はいどうも、ギャローども、事件出るの、わたつみです。いつも通り、一人で寂しく、デッキ紹介やっていきたいと思います。ということで、今回紹介するデッキは、黒の飛行隊というデッキになります。何のデッキですかというと、デッキ目にも入っているドリークのホップイヤー飛行隊のデッキになっております。ホップイヤー飛行隊を、まず使いたいなとなったときに、この手札からシンクロできるという奇襲性をどう生かそうかなと思ったときに、相手の動きを見ながらやっぱりいろんな動きをできた方が面白いよねということになりますよね。その場合に注目した自分のカードはこのマジシャンズナビゲートというカードです。マジシャンズナビゲートって何が偉いかっていうと、闇魔法をリクルートするっていう結構緩めの、条件で、リクルートとモンスターをデッキからいろいろリクルートすることができるし、トラップカードなんで相手にターンに動くし、見えてなければ奇襲性もあるということで、他のアクセルシンクロモンスターとかよりもこの奇襲性を生かして戦えるかなと思ったので、マジシャンズナビゲートを採用していこうと思いました。でマジシャンズナビゲートでどう動くか、ホップギアでどう動くかっていうのが、このデッキのシナジーにいろいろなっているので、それを説明していきたいと思います。ということで、この辺のブラックマジシャン要素っていうのは普通にそのままブラックマジシャンのデッキとして、その戦えるようにもなっているよということなので説明を割愛させていただいて、まずマジシャンズナビゲートで、リクルートする 2のレベル2の候補として1枚あるのがこのシンクロフュージョニストになります。シンクロフュージョニストをリクルートした場合どうなるかというとですね、手札のホップイヤー飛行隊を特殊召喚してシンクロすると、レベル4のシンクロモンスターになりますので、このアークデクレアラーがシンクロ召喚されます。でアークデクレアラーっていうのはまず、万能のカウンター効果がありますので単純に1枚で強いっていうのと、このカードが墓地を送られた時に儀式モンスターまたは儀式魔法をサーチすることができるので、この個性体サイラビスをサーチするという動きがあるんですね。でなぜ個性体サイラビスをサーチするかというとですね、さらに個性体サイラビスをサーチするんですが、でその後シンクロ素材になったシンクロフュージョニストはデッキから、融合魔法またはフュージョン魔法を持ってくることができるんですね。でこれでサーチしたいのがこのマジカライズフュージョンというカードになります。このカードはですね、なんていうんですか、ミラクルフュージョンの魔法使い版みたいなカードなんですけれども、やはり、このカードで一番召喚するとなって強いモンスターがこのクインテッドマジシャンというモンスターに、このデッキの影の切り札なんですけれども、クインテッドマジシャンはですね、効果では破壊されないっていう体制はあるんですけれども、その他はなんかリリースできず融合素材にできずというなんか微妙な体制しかないんですね。なので結局相手に対して対象を取られた場合に弱いなとなった場合のこのサウラビス、サウラビスは手札にある時に捨てることで場のモンスターが対象を取られた時にそれを無効にするという効果を持っているので、相手の対象に取る効果に対してこのサーチからアークデクレアラの流れで手札に加わって結果的に対象体制も持っているクインテッドマジシャンを、展開することができるということで、この一連の採用カードになっているということなんですね。レベル3がリクルートする場合はマジシャンズロットですね。これは単純にブラックマジシャンとして、マジシャンズナビゲートをサーチするという役割が一番大きいんですけれども、レベル3をリクルートして相手の盤面に一番刺さるのがこのレベル5クリストロンアメトリクスだなとなった場合はこのカードをシンクロ召喚するために呼ぶということになってますね。アメトリクスは特殊召喚されたモンスターを全て守備表示にするので、相手がその特殊召喚でわーっとモンスター並べてなおかつリンクモンスターじゃなくて守備表示が効くよとなった場合は、アメトリクスを出して、とりあえず攻撃をしのごうよというムーブもあるので、レベル3としてもシナジーを持たせておこうということでの採用になってますけど、あんまり呼ぶ頻度はかなり低いですね。守備表示にするよりはいろいろ他の動きが強いというのもあるので。で、レベル4の闇魔法の候補が黒き森のウィッチですね。黒き森のウィッチはですね、まずそのこのデッキホップや飛行隊をサーチできるのが、黒き森のウィッチがしかいないというのもありまして、単純に手札に最初に引き込んでもホップイヤーを持ってこれるのが強いんですね。で、効果がこの単純発動できないんですけども、ホップイヤーは相手ターンにしか効果が発動できないので関係ないという、その紙でもありますね。で、出すモンスターですね。ホップイヤーとウィッチで出すモンスターはレベル6の重心バルカンです。で重心バルカンは、シンクロ召喚成功時に自分フィールドと相手の、表側のカードを1枚ずつハンドに戻すと
いうこと、効果があるので、でまずウィッチが墓地、フィールドから墓地へ送られている、マジシャンズ・ザ・メゲートで出てきたウィッチが墓地に送られているので、次のホップや飛行隊をサーチする。で次のまた相手団の動きに備えることができるっていうのが一つと、それからバルカンで、バウンスできるのが、例えば黒の魔導陣を置いてあった場合に、マジシャンズメゲートで黒き森の位置と出て除外して、でバルカンが出てきて黒の魔導陣を一旦戻して、次も黒の魔導陣のそのデッキトップをめくってっていう効果を再利用することもできたり、する、まあ、バルカン自身が戻って次のターンまた黒きの森の位置をナビゲートで呼んでもう一回バルカン出すっていう、そのバルカン自体がループするっていう動きもまあまあ強いので、レベル6の候補としては相手ターンに動けるシンクロとしてバルカンが採用されていますね。で、レベル5がシャドウオールビーストが1枚と幻影フルドラが1枚入っています。幻影フルドラは何でかっていうとですね、ナビゲートでこう呼んだ場合に手札のモンスターを切ることでトラップを回収することができるので、今くし型使ったナビゲートをもう一回使いたいっていうハンドだった場合に、手札の、結構たまいらない除去モンスターとかを捨ててナビゲートを回収することで、次のターンもナビゲートを構えて再び、ナビゲートから動くことができますよというシナジーが、一つあるのと、まあ、単純にそのホップイヤー飛行隊を使った後にもう一回その墓地のホップイヤー飛行隊を拾いたいって場合も、魔法を捨ててモンスターを拾うという動きが あるので、まあ、この辺の相手のデッキによっては刺さなかったりとかいう魔法を捨ててホップイヤー飛行隊とか、まあ、他のモンスターを拾ったりとか、はい、出た時にすぐさま相手にのそのとか自分の状況に対して、いろいろ動けるカードになるので、サルベージ効果が強くなると思って入れてるのが1枚と、このシンクロフュージョニストからサーチもできるシャドルフュージョンを、デッキ融合できるように入っているシャドルビーストが1枚ですね。まあ、単純にこれアド稼げるのでデッキ融合できたら、このデッキやっぱりそのホップイヤー飛行隊をウィッチ以外でドローでしか持ってこれないので、なるべくそのドローソースを多めに割いて、ホップイヤー飛行隊を、手札に、引っ込もうということでシャトルビーストが1枚です。出てくるモンスターは今度はレベル7ですね。2枚入ってる、で2種類レベル7モンスターが入ってて、1個はこの、まあ、バックローズドラゴンですね。相手ターン中にシンクロ召喚することで、フィールドのカードを全て破壊するので、まあ、かなり、強烈な除去になるっていうのが1枚。それからもう1個レベル7の候補として、これもまあ新しいカード、フォーチュンレディエバディですね。これは、相手ターン中に出ても何もないんですけれども、次の自分のスタンバイフェーズに、墓地から魔法使いを1体除外することで蘇生しつつ、あ、違う、エンドフェーズかな。エンドフェーズに蘇生しつつ、次の自分のスタンバイフェーズにレベルが1個上がって、なおかつ相手を対象に取らずに除外という結構強烈な除去をすることができるんですかね。で、仕事がスタンバイフェーズで終わっているので、ナビゲートと呼んだブラックマジシャンが生き残っている場合、今度、レベル7、ランク7をすぐに組むことができるということで、こうとにかく相手を除外除外っていう、こう、ムーブがあるんですよね。ランク7を組んで、しかも抜いて、抜いたエバリーが今度はまた、蘇生できる可能性もある。結構このフォーチュンレディエバリーっていうのは、出た瞬間は仕事しないんですけれども、まあ、相手の攻め手が緩い時とかに、その次の自分のターンでガガッと動く場合に、エバリーを。できる、深刻召喚するっていう動きが結構強いかなと思ったんで、で、エバリはね、ヒーチューナーが魔法使い限定なんで、マジシャンとナビゲートとも相性がいいということですね。で、それからレベル6をリクルートする場合はこの幻想ちゃんですね。幻想ちゃんはガックマジシャンをサーチする役割とともにレベル8シンクロをするんですけれども、これも新しいカード。天意の竜騎陣、それからエマリルと出ますね。天の竜騎陣はですね、相手モンスター、効果発動したモンスターを除外するっていう、こう、対象に取らないし、その、結構、現環境で意外と刺さるかなっていう印象だったので、相手ターンに動けるレベル8、反応シンクロとして採用したのが、天の竜騎陣カードになりますね。で、レッドデモの場合は、まあ、自分ターンで全破壊で動くようということになります。自分でフィールドに自分ターンでも出やすいので、この辺の、ホップイヤー飛行隊を通常召喚してもいいし、この辺の
手札に引いちゃった、2中弾と一緒に自分ターンにシンクロする場合は、まあ、戦闘で殴る場合は手札で行く順で、効果で破壊する場合は、レッドレッドという感じで使い分けることができます。で、最後、ブラックマジシャン自身が必ずナビゲートで出てくるわけなんですが、これもブラックマジシャンとシンクロすることで、得意や飛行隊とブラックマジシャンがシンクロすることで出てくるレベル9モンスターがこれの2種類いまして、1個はまあ単純な汎用状況として入れてる、ドラッコンバーミル、それからもう1個、シチューナーに通常モンスターが指定されている双眼の銀竜が相手ターン中にシンクロすることができますね。双眼の銀竜は、シンクロ召喚に成功したときに次の、自分の次の、ターンの終了時まで、効果の対象にならず、効果が高されないドラゴンドルという結構まあ高いと守備力3段階相手ターン中に出て信用度が高い壁っていうのも1個あるんですが、さらに、次の自分のスタンバイフェーズに墓地から通常モンスター1体を蘇生することができるので、今し方シンクロ召喚に使ったブラックマジシャンを蘇生することができます。黒の魔導陣が張ってる場合、ナビゲートで1回除外して出てきて除外してそれをシンクロ素材にして次のスタンバイフェーズに出てきてまた除外できるという黒の魔導陣のその効果を2回使うことがしやすいということなんですね。もちろんブラックマジシャン軸なんで手札墓地からブラックマジシャンどんどん出てくるんで相場の金利に頼り切る必要はないんですけれども、まあ単純にそのアドを失わずに使えるということなので相場の金利大変相性がいいということで参照しております。ということでレベル4からレベル9のシンクロを多様にマジシャンズのレゲートとホップウェイ5台相手ターン中に打ち分けるという大変楽しいデッキになっているので、皆さんもどうかこのなんかこのシナジーが結構楽しいんでね、インスピレーションを受けたりしたら、ぜひ組んでいってほしいなというふうに思います。まあ、この辺の、あと魔法トラップっていうのはあんまり説明する箇所がブラックマジシャンとか、あとはまあインスタントフィールドも進行するやつから、サーチしてサーチナイトサクリファイスとかその困った時用のサーチ先なんで、あとあのシャトルフュージョンと一緒に被ってるエルシャルミルラッシュはレベル5の、魔法使いなんでさっきみたいなエバリーの動きとか、ブラックロスの動きを補助することもできるということですね。それぐらいですかね。先生復帰も、まあ、トラップトリックはどうしてもナビゲートに触りたいんでロットも積むし同時に積むしトラップトリックも積むしってなった時にマジシャンズのナビゲート以外にまあ何か汎用の通常トラップがあってもいいかなということで先生復帰を一枚入れてあります、まあ、この辺もねいいカードがあったらなんか差し替えようかなと思ってるんですけどちょっと思いつかなかったのでとりあえず汎用蘇生を入れてある感じになってますという感じですかね。エクストラは本当にシンクロモンスター、今言ったシンクロモンスターが入っているのと、今言った融合、サウザンダーズ・サクリファイス、エルシャドン・ミドラッシュ、クインテッド・マジシャン、それからランク7として幻想のクロマドシュ。ちょっとね、シンクロモンスターがあまり幅を取りすぎて、全然ランク7を入れる余裕がないんですけども、まあ、この時ランク7はあんまり、組むムーブ少ないんで、まあ、とりあえず幻想のミドラッシュ決めて。それからリンクモンスターもとりあえず入れておかないとかなと思ったので2枚だけ入っているのがトルメインコンとミネラル魔杖ですね。この辺は本当にみんな分かんないですね。何が正解かは分かんないです。とりあえず入れてる感じです。打点に困るかなというのとデッキバンス、まあ、除外は豊富なんですけれどもバンスがないんで、まあ、デッキバンスが必要かなというので1枚入れる感じになります。ということで黒の飛行隊というデッキのデッキ紹介でしたが、まあそのね、今散々こうシナジーを説明して楽しいなーっていうデッキなんですけれども、回してみた感想としてはなんか弱い なんかね弱いんですよね。なんかなんだろうねっていう悔しいんですよね。このシナジーはかなり自分のデッキの中でも綺麗に組めたかなっていう方なんですけれども、なんか弱いなのでできれば皆さんのお知恵をお返しいただいてこのデッキをもうちょっとどうにか強くしたいなっていう思いが自分の中ではあるので、まあ、もしよろしければね何かアドバイスとかあれば本当にどこでも自分は反応できますのでコメント何なりよろしくお願いいたします。ということで以上黒の飛行隊のデッキ紹介でした。バイバイ。他のデッキもご覧ください。